2023年2月号の地産地消クッキングは、ほうれん草のみぞれあえをご紹介します。阿蘇市食生活改善推進委員協議会阿蘇支部の皆さんに作っていただきました。今回教えてくださるのは坂田さんです。よろしくお願いします。お願いします、はい、そして器はこちらになります、阿蘇市内の巻にあります如月窯さんから器を貸していただきました、如月窯さんのご紹介は番組の最後に載せておりますので、ぜひご覧ください。坂田さん、今日は、はい、ほうれん草。そうです、今が、今が旬のですね、ほうれん草を使った、はい、大根おろしであえるほうれん草のみぞれあえをしたいと思います。こちらもね、冬場のお野菜ですからね。そうなんですよね、冬のお野菜で、うん、はい、楽しみです。では早速作り方をお願いします。はい、ほうれん草を茹でることからいきます。はい、ほうれん草根っこから、うん、根っこを30秒ほど、はい、根っこがしんなりなったら、うん、全体を入れます。はい、2、3センチ、3センチくらいの長さに切ります。うん、千切りに。このみぞれあえはよく坂田さんのお家で。そうですね、あのうちのお舅さんがこれ、うん、されてたんですよ。もう亡くなりましたので、20年もそれ以上も前ですかね。ちりめんも湯通しします。はい、じゃあ大根おろしを、はいはい、はい、軽く絞ります。はい、調味料を、はい、加わせていきましょうか。はい、はい、砂糖、そして塩、塩、はい、酢、あとだし汁ですね。はい、はい、みぞれの部分ができたってことですね。はい、リンゴは芯を取って、はい、ありがとうございます。ここ半分を通して、うん、で2ミリぐらいの厚さに切ります。ちょっと食感が違う、そうですものがこのリンゴになるわけですね。やっぱりここでしっかり水分を、そうですね、それの方が味が薄くならないですね。うん、混ぜて、そしてそれで、それで、はい、みぞれであえます。こう彩りが華やかですね。そうですね、ですね、オレンジと白と緑、うん、ほうれん草が綺麗ですね。ですね、うん、出来上がりました。出来上がりました、はい、ほうれん草のみぞれあえです。あえです。いただきます。はい、お上がりください。うん、あの一気にこう酸味が、うん、そうですね、来るんですけど、うん、お砂糖とかあとはリンゴの、リンゴの甘みがありますので、ね、うん、甘みとかもあって、やっぱりしっかりあのお水も切ってね、いただいたので、とってもあの食べやすいというか、うん、よかったです。大根おろしも合いますね、やっぱりいいですね、うんうん、はい、ぜひ作ってほしいです。はい、であのちりめんじゃこのこの塩味というか、はい、磯の香りも、うん、本当にあの美味しいです。よかったです。はい、ほうれん草のみぞれあえです。皆さんもぜひ作ってみてください。坂田さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。地産地消クッキングでは阿蘇市にある窯元から器を提供していただいています。今回は阿蘇市内の巻にある如月窯さんの器を使用しています。如月窯さんでは象眼や焼き締めの手法を取り入れた繊細で女性らしい作風が人気です。